大島康之の大島が押します。 今日は今放送中の大河ドラマ光る君へはい皆さんご覧になってますか西川さんバビーさん見てまーすよしじゃあもう見てる前提で肩の力を抜いて喋っていきたいと思いますけれども面白いよね面白いですよねてかもっと私あれなんと思ってたんですよ源氏物語の話だと思ったら紫四季部の話なんですねそうですね現地物語は創作なので基本的に大河ドラマっていうのはまあ史実ベースの話をするっていうまあお約束があるのでまあそこはあの絡んでくるのか なという予想もあったんですけれども、大河ドラマの公式側から現実物語ないの世界は描かれてないということが紫はい周辺ですね。はいはい、紫吹紫吹の人生を吉高由里子さんが演じていくという話になっていますけれども、まあお二人ねご覧になってるということなので、まあ説明はまあ少なくていいかなということで、まあ魅力を喋れたらなと思っております、はい。でもまだ間に合うんでしょ？まだ全然間に合いますよね。う6話 <laughs> えー、おととい録画が放送されたところなんですけれども、ま、うん、あそこまで何を押さえとけばいいかっていう話もねちょろっと喋れたらなと思っているんですけれども。はい え近年の大河ドラマの中でもかなりとっつきやすい方だなと僕は思うところがえ大きく3つありましてえまず1つ目はですねこれはえ時代がですね大河ドラマ史上過去から2番目。 に古いですよね<ー>で一番古いのは平将門を描いた「風と雲と虹と」っていう1976年の作品なんですけどそれ900年代前半ですけど今回900年代後半なのでめっちゃ古いだから資料は残っているようでいて残ってないみたいな感じなんですよねで余白空白の部分も結構多いのでその部分を物語として足すことができるこことここ線でつないじゃえみたいなことをもう重要無尽にできる。 で、それを近現代、まあ、例えば江戸時代とか幕末とかの歴史でやっちゃうと、過去の史実を一個否定してやんなきゃいけなくなるんですけど、ない部分を足しているだけなので、嘘とは言い切れないっていうことを脚本の大井静香さんがやってるっていうことですね。<laughs> 大井静香さんが。はい。あのー 私ね文学部で周りにやっぱり式部研究とか戦少納言の固定の子たちいたんですけどやっぱりねそのないんだって資料がで紫式部日記とかそういう創作物とかで紫式部書いたかどうかも分かんないしっていうのですごい苦労してましただから楽しいんだそうだから楽しいの で、しかもその権力者側の最終的に勝った人の言い分しか残らない時代とかでもあるし、その書く余裕とか暇があった人の日記しか残らないみたいな時代でもあるので、一人の人物の視点からだけが大量に膨大に資料を残されてるみたいなことだったりするので、<ー>穴埋めがしやすいっていうので、一番書きやすい時代なんじゃないのかなとか、も思ったりしますね。<ー>はい。で、二つ目の面白いポイントとしてはえ、さっき西川さんもおっしゃった、源氏物語との 絡みがあるとということですね源氏 <laughs> 物語自体の中身の話っていうのは出てこないんですけど源氏、うん、物語の存在っていうのが確実にドラマ内に侵食してるっていうところが、うん、まあ多々ありますよね、うん、だから源氏物語を朝日夢道とかで読んで知ってるとかいう人からすると毎回ワクワクするところがいっぱいあるで僕が一番面白いなと思ったのはあの子供時代の紫式部真宙、うん、というまだ吉高由里子さんになる前の子供時代 の、えー、彼女がですね、えー、道長藤原の道長になる前の三郎、えー、というですね、えー、少年と会うときに紫あの源氏物語のその紫祝福として後々書いた源氏物語の光る源氏の設定を自分の身分にしてるんですよね。ああそれで嘘ついてたんだそうそれで嘘ついてて えってことはあの時点でもう「源氏物語」の構想がある天才少女だったっていう設定になっててそんなわけないじゃないですかそんなわけないぐらい遊んでいいっていうことをやっててなんかそういう端々に「源氏物語」のこう存在とか物語の世界観とかが着実にこの歴史物語の中に滲じむようになってるっていう奥ゆかしさみたいなこれもめっちゃ面白い結局「源氏物語」を楽しんでる「源氏物語」をじゃあ予習しました「源、え、氏、ー、物語今回全然出てこないんかい?」っていうこともない。 何倍も楽しめるる要素にはなってくということですね、うん、で3つ目の要素、まあ、これが一番ねみんな SNS とかでも楽しんでますけどキャラクターの魅力が漫画っぽくて面白いっていうところですね、うん、で芸人さんがいっぱい出てますよね、うん、でロバートの秋山さんが演じている、えー、藤原の実輔というキャラクターですけどもこれさっき僕がまさに言ったようにとにかく日記を残してた人物なんですよね。 記録をとにかく大量に残していた小有樹っていうこの人の記録が後々の時代交渉の中で一番使われてると言ってもいいぐらいとにかく生真面目な人物でドラマ内でもこの過去の前例を重視して。 無駄なな改革は許さんみたいな、うん、とにかく真面目な人物として描かれてますよね。うん、でこの「大河ドラマ」今回面白いのはユースケ・サンタマリアさんが演じる、まあ、安倍晴ルとなった安倍春明と、うんえー、ロバート秋山さんあのテレビで一番ふざけてる二人が一番真面目な役をやってるっていうこういうところも面白いんですけどであとはニャのカナダさんがねうんもうめちゃくちゃ貴族に見える藤原忠信。かっこいい役でこの人は後々清少納言とこうくっついたり離れたりとかをイチャイチャするっぽい のでファーストサマーウイカさんとわちゃわちゃする可能性が結構高い、えー、のでここは結構コントっぽく見られるのかなみたいななるほどだからこういうハイヤグランド、ね、なのかなと僕はちょっと睨んでるんですけどね、えー、で吉高優子さん、えー、真宙ですね紫式部という名前ではまだないんですけれどものお付きの方としてあの空手家の矢部さん矢部太郎さん元空手家の矢部太郎さんが出てたりとかあと小遊三師匠が怪しい役で出てきたりとか、うん <laughs> あんな人いないですからね。<ー> <laughs> とかザ・ブングルの加藤さんが、うん、高貴な顔の四角い方として登場したりとか、うん、だいぶそういうところも遊び心があるでそんな人たちを抑えて今光る君やファンの中で大人気ダントツ人気のキャラクターは誰かというと。うん 本郷かなたさんが演じる火山天皇というですね最高わケベな、うんはい、最低の素行、えー、のとても悪い天皇なんですけれども、うん、まあ本当にこうあよくこういうふうに落とし込んだなというこうアダルトなね彼の異常行動っていうのをちゃんとこう大河ドラマでギリギリ放送できるセクシーな ととこころろに収めてるみみたいなところもみんなもんテンション上がってる部分でゴカ金田さんがすっごいうまいですよね昔からその不真面目な、うん、なんか、ま、機関棒みたいなそう具体でもあるんだろうなっていうでも彼には彼なりの思想もあるんだろうなっていうねうところをちゃんと出してますね<ー>で今見てない方何を抑えればいいかね第7話から見るという方、えー、まず真宙 紫色分になる人物ですね吉高子さんとえ藤原道長これ藤原氏の、えー、頂点を極める人物ですね、うん、が江本佑さんですけれども、えー、この2人がまあ両思いっぽいということはもう認識しておけばいいのかなと思いますが、うん、これは史実ではありません。うんうん <laughs> <laughs> このの物語の主軸がまず史実ではありません,んで,でもこ「源氏物語」という物語を書くにあたって当時紙がめちゃくちゃ貴重だったんですけれども、うん、それを藤原道長という、えー、有力なお金持ちの人物がサポートして紙を提供していたっていうふうには言われているので<ー>人間関係としてはあったと言われているんですけども子供時代からあんなに恋仲だったみたいなことはないんですけれどもこれはもう2人の恋物語がどこまでくっつくのかというところは見るのは楽しみですよね。うーん でえー、視聴者の方まだ見てない方押さえておくべきこととしては主人公真ろのお母さん国中涼子さんが演じてるんですけれども真ろが子供の時に殺されましたね、うん、でその犯人が、えー、道長の兄であるということですね、うん、これも、えー、後々絶対生きてくるだろうと思うんですけれどもこれも史実ではありません、うん、これも物語を面白くするために作られたものですあと道長の、えー、お父さんですね、えー、団体保則さんが演じている、えー、と金家ですね っていう人物がどんどんん天皇家と仲良くなって映画を極めようとしているというモチベーションで生きているお父さんであるということこの3点だけ分かってれば7話、うんまあ、からでも見られるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひとも参加ししてほしいですねね皆さんすごいです、ね、あとやっぱなんか大河、うん、で紫式部やってるのに <laughs>、はい、吉高由里子さん、うん が吉高ゆり子さんすぎるっていうか、うね、歩き方とか、十由<ー> <laughs> 人へ来て、うんえー、うあの、ローカルでいる時も、<う>吉高ゆり子さん,んってなるところがすごいですい。なんかこう、なテンションも出てる感じもするんだけど、でもなんか CM とかバラエティーの時のゆり子って感じもちょっとして、<laughs> なんか、やっぱりその、本来は宮中に入るはずでなかった身分の人が、才能をもとに宮中に入ってきてしまうっていうところがあるので、なんかね、あの、 身分ちょっと不相応なものを着させられてる感じみたいなのもちょっとあるし他の人たちより賢すぎて浮いてる感じみたいなのも含めて、うん、ちょっと浮いてる感じっていうのがやっぱ素晴らしいですねでそれがこの紫式部の吉高さんとファーストサマーゆ香の清少納言さんっていうのがね、うん、この2トップが今後バチバチやり合っていくという話にもなると思いますので、うん、非常に。 楽しみでございます。えー、今ね、うん、日曜午後8時、はい、夜8時から大河ドラマあと NHK の BS で毎週日曜、はい、日曜の午後6時から再放送してますね。はい、あそうか早め放送もあったり再放送もあったりいろいろあります,すね。<ー>あ再放送は土曜だ、はい、土曜の午後1時5分からっていうことですね。すはい今日は今放送中の大河ドラマ光る君へ大島や想おの大島がおしますでした。お知らせの後は桂宮雄のザブトンファイブです。